どうも皆さんこんばんは。最初の YouTube 第27ですかねになっていきます。よろしくお願いします。今日もジムにて、仕事ではやる気は満々なんですけれども、なかなかうまく進まない日だったので、少しでも成長できた自分で終えるようにジムに今日もやってまいりました。今日は誰が相手になるんでしょうか。こいつがやっていきます。さあ、今日も始まりますね。バスケイエイとしておりますが、やっていきましょう。実況サイトと解説は最初マンションに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日ジェームズ・ハーデン相手ということで、なかなか NBA 選手でもつくのが難しいという相手ですが、まあ、僕ボールからなんで、1回も攻撃をさせなければ、そのディフェンスをさせないというところでやっていけるので、もう完封で決めようと今日は思っていました。さあ、ドリブル、巧みなドリブルからこう直っていきますが、なかなかハーデンもなかなかの引っかかってこないそんな状況でしたが、そうですね、やっぱり並大抵の、お、ハーデンのステップを逆にやってのせるということを聞きましたね。そうですね、やっぱハーデンのハーフを、あのバックステップをね、俺がまずは最初にやることで相手にプレッシャーをかけたいなと思ったんですけど、ちょっと外してしまいました。で、1本目、あ、また、上にハーデンのステップ、あら、入りませんね。もう練習ではめちゃくちゃ調子良かったんで、必ず決めれると思ったんですが、時間かかっちゃいました。これはスリーを決めたレイアップ、松田先生最初なんです。ありがとうございます。ちょっと2本外してしまったので、バックステップするふりして中に切り込んで切れるっていうところでやってみました。さあ、今回も発展マッチということでですね、どういう点をつけましたか。やっぱりデュアント戦でですね、急にいたところから続いてに切り込みと2本切られたので、まずは、お、これは中州の応用版ですね。まさ投資をしながらですね、一歩踏み込む収集の応用編ですね。これをやって、ハーデンを抜き去りました。ありがとうございます。さあ、ここから体を預けていきたいところから、最後ドリブルでも進む。さあ、ハーデンにどう向かっていくのでしょうか。やっぱり相手はもう NBA 屈指のスコアなので、攻撃させない、その質問で終わらせてみてきました。どうする、お、またバックステップ、わ、スリーポイント、入ったー、16点、点差を広げていきましたね。ありがとうございます。もうハーデンのハーフをスリーポイントをですね、ここで決めることで、めちゃくちゃ精神的に追い込んでやろうみたいなところで、ね、決めることができます。最後に余裕が出てきましたね。本当にあと1点2点2点の移動なんで、これはもう一気に2人かけたいなと思ってですね、しっかりとやっていきました。さあ、お、バックに、これはドラフトしたフローター、これは惜しくも外れましたね。そう、完璧に3つあったかなと思ったんですが、なかなか決まりませんでした。さあ、これ、お、わあ、左決まったー、おめでとうございます。最後はハーデン左利きのところを、右利きの最初マンションが左利きでやってやるというところで、左の筋に自信があったのでやってみたら入りましたね。さあ、それで最後、勝利の舞のお祈りでございます。今日は、5倍目より調子いいんじゃないですか。いやー、最近はですね、バスケットに参加増えて、ハンドリングも徐々に戻ってきたので、本当に楽しくバスケが来て、まあ、イエス。はい、皆さんお疲れ様でした。いや、疲れましたね。でも今日僕の調子が良すぎました。最近バスケする環境が増えて、シュートタッチがどんどん良くなってまーす。新幹線。はい、八村も苦戦した、ハーデンに勝つことができたということで、どんどんパワーアップしていきたいと思っています。ありがとうございました。